や。どうした？想像絶する。セナのまるまるセナアカン極激辛ファイナルを食べてみたろん巻き。何ですか今日は。これ。あのね。うん。これですよ。あ、これね。ペヤングソース焼きそば極激辛ファイナル。私実は激辛めちゃめちゃ大好きなんですよ。ああ、そうだね。もう割とそのね、うん、なんかココイチとかも10辛食べたりとか。ああ。結構。じゃあ余裕じゃないこれ。身近な人にもその辛いの大好きとか、うん、すごいいける人が結構いらっしゃるんですけど、うん、なんかそういう人たちもこれは危険だとか、すごいなんか前準備をして食べてますね。前準備して。そうそう、あるんですよ、なんかこう胃に少しでも負担与えないように。前の日から、前の日っていうか、なんか食べる前とか、あと絶対次の日、休みの日に食べるとか。あ、やばいな。あ、結構だから本当私もビビり散らかしてるんですよ。ビビり散らかしてね。ビビり散らかしてるの。なぜか前準備したくて。そういうわけですね。ちょっとスタッフ前準備。そう。一応ねこれ。スタッフが用意してくださったんですよ。はい。そうあのねこういう乳製品これね飲むヨーグルトにも用意していただいたんですけど、うん、そのまあね胃に膜を張ると、うん、張るっていうかこういうの飲むと胃に膜が張られるっていうかそれでこう胃を少しでも保護するっていう効果があるみたいなんですけど。うんうんというわけでこういうのをね、事前に飲んどくっていうのが大切です。うん、飲んでいった。はい。今な電話じゃないの？あ、電話が鳴ったのかと思った。あ、サンプル来ました？飲んどこう。ちょっとあの事前にね、来た。あ、タレも入れてきてくれました。ちょっとよく混ぜてね、よく混ぜて。あのね、私ペヤング大好きなんですよね。絶対美味しいからね、ペヤングって。うん。うん、どうすか、色はどうすか、色はあの、本当になんかもうあ、そんなだね、赤くもないし、うん、普通にちょっと濃いソース焼きそばみたいな、なんか、うん、なんなら、なんなら普通のさ匂いを嗅いでみて、匂いあ別に、目とか痛くなんないの、うん、メガネしてうんなところにね大丈夫辛い匂いはするけど、うん、そこまでじゃないの、なんか匂いはやばい、行ってみようか行ってみようかちょっと待って、結構ビビり散らかしてんだよな、はあ、はい、じゃあ実食はい、じゃあできたおんうんうんうわぁうんのファイナル秒で味がなくなるんですよ、うん、痛いってこと違うのん痛いもそうなんですけど、うん味がふわーっていく感じなくなる、うん、うわーこれはねうちの妹が食べててね一口でギブって水で洗って食べたって水で洗ってね違うものだね水で洗ってもうまいのかなうんこれはね想定の範囲内であるんだけど、うん、食い続けたら多分やばいと思う、うんうん、うまいんでしょうん美味しさはあるの美味しさはうんただその向こう側に美味しさはあるのかいあるあるんかいこういうことできるのはペヤングぐらいだからねこれは狂気ですね、うん、でもこれは売れてんじゃないの売れてるねえペヤングはねほんとチャレンジだからねすごいんだよ、ね、いろんな味出してくるすすらない方がいいうんすすらない鼻水鼻水だスタッフティッシュスタッフティッシュあー、熱い食べてみたい鼻水でも一気にやばいこれ辛い辛いうん汗とか出るかね、汗とか出るうん痛い痛い痛い感触いってほしいんだよね、やっぱね無理なの今どのぐらい食べたのこれあ、めっちゃ残ってんねヨーグルトがうまそうだなおかわり、おかわりください。おかわり。どうした？想像絶する。想像絶するからさ、来てみよう、これ。喋れないな。
クあ、これ何ぶっ壊れたってやつかね、これね。あ、プロコイナルどうした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 これやばいと、やばかったと。じゃあさっきどういう現象がね、起きたって起きた。これに、ずっとつけてたいの。うん。嘘つけた。なるほどね。こうやって。うんうん。離すと。離すとやばいの。やばいよね。うん、つけてつけて。これをなんか出しちゃうペヤングってすごいなって。じゃ飲むヨーグルトを1リッター飲みたい人は食べた方がいいってことだね。多分ね。ということでね。人格をぶっ壊す食べ物ってことだね。まあ、顔サインはね。覚悟して、はい、最下の水で洗って食べると、うん、うちの妹のように、うん、そうだね。そヨーグルト入れちゃうってことはいいね混ぜちゃえば一緒かということで、今日は飲むヨーグルトを飲んでいましたってことでしたね明日耳鼻科でよかった。あ、けどもでも美味しい。1秒だけ美味しい。1秒だけ美味しい、うん、はい、ということで、はい、今日はありがとうございましたまるまるさなあかん、ごきげんキャラファイナル食べてみたらまきでした。はい、皆さん気をつけて。飲むヨーグルト美味しかったよ、はい、最高。